吉谷の流儀141条。はい。壊れてもカメラは止めるな。まあカメラは止めるなみたいな映画ありましたよね。はい、壊れました。これあのフードカバーってやつですね。フードカバー、キヤノンの。これどこなんだ。まあいいや。これね、なんかあの三脚ボーンって倒れちゃって、バーキーンってマジかみたいな。でレンズ大丈夫でしたね。まあということで、まあここから何をお話ししたいのかっていうと、まあ僕ね、いろんな人のお悩みいただいてるんですけど、ほとんどの人がなんかその何かがないとできないと思ってるんですよ。わかります？吉田さん、これね、まあちょっと 裏はちょっと探ってないんでわかんないですけど、8割9割の人、8割9割の人、おそらくなんですけど、まあ僕にね、吉田さんカメラ何使ってるんですかとか、マイク何使ってるんですかみたいな、まあいただくんですけど、まあそれを言ってくる人はもうやめてますね。やめてる。だからこれがあった方がいいかなとかね、これがないとできないみたいな。まあその質問する人はまあ途中で離脱してってますね。わかんないですよ。全部探ってないんで。でもまあ肌感覚そんな感じですね。うん。で僕も動画1万5000本ぐらいやってますけど、このあるサイマガジンで、ね、最初の1万てか1万本以上は iPhone ですからね。で今最近もう iPhone から動画を転送するのがめんどくさくて、パソコンのウェブカメラでやってますよ。でこの吉谷の流儀はまあ一眼、せっかく去年か買ったんで、一眼で 4K で回してますけど、まあ基本今ウェブカメラですね。もう iPhone で撮ること結構最近なくなりましたね。転送するのめんどくさくて。そう。そう。だからまあ、今持ってるものでできるんですよ。今持ってるもので。スマホみんな持ってますよね。僕本当にさ、なんか最近なんか僕、iPhone で撮るときも、もうこれですもん。テスタビライザーみたいな。手で言ってますもん。なんか今まで自撮り棒とかいろいろ揃えたんですけど、今もう手に戻りました。でも一番最初この手だ、これで多分1000本ぐらい撮ったかな、500本か分かんないですけど、これだけでもだいぶ撮ってると思います。ポケットから出すじゃないですか。ポケットから出してピッと押してピッて、どうもーみたいな、もうこれでずっとやってましたよ。うん、いやこれが一番僕最強だと思いますけどね。なんか今、前なんか YouTuber で、まあ僕も一眼レフ買ってかっこいい感じの、映像作ってる人とかも見たりとかしてて、その人が言ってたんですけど、カメラ、まあ一眼レフのカメラは、なんかそのリュックですよね。リュックに一眼レフのこうガチャって押すやつがあるんですよ。ここガチャってやるやつがね。で、まあ僕は常にこれやってます。で、なぜならば、瞬間を逃したくないと。だからバッグに入れるんじゃなくて、バッグに入れる手間があるから絶対ここに置いて、で瞬間を逃さないみたいな。わかります？いや瞬間逃さないだけで言うんだったら別にスマホでも瞬間逃さないといけますよって話なんですけどね。だからまあ考え方としては、なんだろうな、持ってるものを最大値に生かすってことですね。だその人は一眼レフ α6500 か、そのソニーのやつ使ってたんですけど、それを持ってるわけですよ。で、それのを最大値生かすためにはすぐ使える場所に置いとくと。わかります？バッグに入れないんですって言ってたんですけど、ああ、なるほどねと。だから僕もその一眼レフで写真撮るときは、こうぶら下げてこうやったりとかね。だからその一時期、一眼レフでインスタで写真撮ってるときは、もう歩くときは必ずそのシャッター、もういいなと思ったらすぐ撮れるようにこうぶら下げて歩くみたいな。もはや。その写真撮りに行くぞってなった場合は、ぶら下げて撮りに行くっていう。もう瞬間逃さないみたいな。なんかそんな感じやってましたけど、ね、今はもう iPhone でもいいかなっていう、両輪やってるんですけど。うん。だからなんかその、一番大事な軸どこなのかなっていうところで、多分ね、発信してないこと自体がもう軸ブレてんじゃないかなと思うんですよ。ネットでお金稼ぎたいんだったらでしょ？
ネットでお金稼ぎたいんだったら本当に今日なんかネットにアップしたのって話なんですよ。まあ僕ほどやらなくてもいいですけどね、僕ほど別にやらなくてもいいですけど、そもそもアップしないと何も始まらないんで、うん。で僕がおすすめするのは本当にあの iPhone 自撮り、もうこれがもう楽で一番いいと思います。スマホ自撮りで、で誰でも持ってるし、でもね面白いことに誰もが今スマホ持ってない人っていないと思うんですけど、誰もが持ってるんだけども誰もが使わないんですよ。面白くないですか。だって iPhone 12も出ますけど、カメラの機能もねどんどんレベルアップして、もうぶっちゃけ iPhone 11すごい綺麗なんですよ。広角とか普通に綺麗ですよ。でも使わないですよあんまりまあネットビジネスに、そう、なんかあるんだから使えばいいと思うんですよね。だからまあこれ億万長者合宿でね、久保さんがいい言葉をこう言ってくれたんですけど、手持ちのカードを使いましょうっていうね、手持ちのカードもを使い切るっていう、手持ちのカードも使えないで新しいカードやらないよみたいな話をねしてくれたんですけど、今自分が持っているものを最大値に生かしていく、最大限生かしていくっていうところからスタートすればいいと思いますし、それができるようになったらバージョンアップすればいいと思うんですよ。自分の手持ちのカードも使えないのに新しいカードを手に入れても、手持ちのカードを使えない技術ですから、新しいカードが入ってもそのカードを使えないですよ。だから鷲津さんとかもそうですよ。熟成さんの鷲津さんも今度ソニーから出る、7-3 か 7-3S か、これ本体40万するんですよ。本体40万でもう結構 YouTuber の方ね、レビューしてる人出てきてますけど、レンズも入れたらね、レンズも多分何個か買うと思うんで、多分レンズも入れると、まあ、60万70万になってくると思うんですね。まあどういうレンズ買うか分かんないですけど、でもね、じゃあそうカメラにね70、80とかねぶち込む和紙図でも、昔はね iPhone ですからね、スマホですからね。でこれも僕ちょっとびっくり、あすごいなと思ったのが、和紙図さんが一番最初に販売した商品があります。それが30万の商品コミュニティを売って300万作ったんですけど、その提供した提供その30万の商品を提供する上で使った機材が iPhone です。スマホだ、スマホで講義取って、で YouTube の、リンク送るみたいな、ポータルサイトも作れないからそれで売り上げ300万ですからね。でもみんな、いやワードプレスがいいですかとかね、なんか外見がとかね、鷲津さんポータルサイトも作れなかったし機材もなかったし、もうスマホだけですよね。 YouTube はみんな使えるじゃないですか。でスマホもありますよね。だスマホとスマホ使って動画撮ってYouTube にアップしてそれ渡すみたいな、限定リンクで最初そこからスタートですね。で鷲津さんもその手持ちのカードをねめちゃめちゃ使って使いこなせるようになって、徐々にバージョンアップしていろんな機材とかカメラとかマイクを買い出したって話です。だから自分の軸ですよね。その動いてないのに、動いてなんか石炭の列車でね、なんか動いてないのにね、火ついてないのに一生懸命なんか石炭入れてもね、ちょっと古いかもしれないですけど、なんか動いてないのにね、全く火もついてないのに石炭いくら入れても動いてなくないですか、動かなくないですか。動いてる中、火が燃えて動いてる中、石炭バンバン入れるからポッポーってなるんじゃないですか。だからセンターピンって何かっていうと、軸は何かっていうとね、石炭燃やしてまず燃料を燃やすってことですよね。でその燃やしてさらに燃やす、もっと加速をつけるためにオラーっつって石炭入れるわけじゃないですかね。ちょっと蒸気機関車はもうあんま走ってないと思いますけど、なんか昔の感じですよ、映画のね、なんか入れてるじゃないですか。わかります、もう見たことないですけど映画しか多分そうだと思うんですよ。でそうですよね、火ついてないのに石炭入れても何にも動かないですよね。でもそれをやってるんですよ、うん、だからね、今持ってるものを本当最大に使いまくるってことが大事かなと思いますね。はい、ということで終わりたいと思います。ありがとうございます。